今年からクラスを受け持つことになったけど、数字を扱うことが増えたんだよな。これから生徒たちのお昼休み中にテストの採点結果をまとめないといけない。Excel で効率よく作業できないかな。それなら関数を使うといいわ。Excel はできることがたくさんあるんだけど、まずはこの15種類の関数を覚えておいてほしいの。もちろん業務内容によって必要な関数は異なってくるけどね。え？これだけでいいんですか？これなら覚えられそう。そうよ。実際の活用例とともに順番に説明するわね。合計するなら SUM 関数。まずは SUM 関数よ。これは知ってます。確か数字の合計を出すときに使うんですよね。そうよ。この関数を使ってクラス全員のテストの合計点を出してみましょう。まず合計を表示したいセルにイコールサムカッコと入力するわ。そしてカッコ内に計算対象のセル範囲を指定するのよ。範囲はドラッグ&ドロップで一気に選ぶと楽だわ。ちなみにコントロールキーを押しながら対象のセルを順番にクリックして選ぶことも可能よ。個人的にはドラッグ&ドロップが使いやすくておすすめよ。ぜひ自分のパソコンでも試してみて。おお、早速やってみたら簡単にできました。電卓を使うより早くて便利そうだ。平均を出すならアベレージ関数。はい、次はクラスのテスト平均点を出したいです。それならアベレージ関数ね。流れはサム関数の時と同じよ。平均点を出したいセルにイコールアベレージカッコと入力。そしてカッコ内に対象のセル範囲を指定してね。生徒たちの平均点を一瞬で出せました。感動。やったわね。四捨五入をして指定の桁数にするラウンド関数。次にラウンド関数も使ってみましょう。これは小数点が発生する数字を扱う場合に役立つわ。テストの平均点を出す場合、どうしても小数点が発生してしまうことってあるわよね。そんな時、この関数を利用すれば値を任意の桁数に簡単に四捨五入できるわ。最初にセル範囲には四捨五入を行う対象のセル範囲を指定するわ。次に桁数には小数第何位までを残して四捨五入するか指定できるの。今回はセル範囲には平均点のセルを1つだけ指定して桁数には0としましょう。例えば小数第1位までなら1、小数第2位までなら2、小数点以下を四捨五入するなら0を指定する感じね。テストの平均点なら小数点以下を四捨五入したらいいと思ったから桁数を0にしたのよ。ほら、自動的に四捨五入してくれて小数点のない値に変換してくれるでしょ。なるほど。最大値、最小値を出す最も簡単な方法、マックス関数、ミニマム関数。今度はクラスのテスト結果から最高点、最低点を簡単に出したいです。目視だと限界があって。そんな時はマックス関数、ミニマム関数を使いましょう。マックス関数、ミニマム関数はイコールマックス、カッコ C2 コロン C14 のように範囲の先頭セルと終端セルをコロンでつないだり、イコールマックス、カッコ C2 カンマ C5 のように個々のセル範囲をカンマで区切っても利用するわ。コロンでつなぐならこれまでと同様にドラッグ&ドロップで選択。おお、これも簡単にできた。エラー時のメッセージ内容を指定する if エラー関数。扱う関数が増えてくると、その分関数の入力ミスが出てこないか心配です。結局 Excel でも重要な内容を扱うときは何度も目視で確認する必要はありそうですね。そうね。でも目視で確認するのも限界があるとは思わない？できる限り仕事の負担を減らす方法を考えることは大切よ。テストの採点以外にも先生には日々やることが盛りだくさんだし。そんな時は if エラー関数を使うといいわ。これを使うと関数ミスでエラーが発生した時に指定したメッセージを出せるのよ。おお、これなら Excel の検索機能でその文字を検索すれば簡単にミスしているところを見つけられそうですね。例えばさっき使った SUM 関数をサンプルにして説明するわね。本来イコール SUM カッコと入力すべきところを
あえてイコールサムと入力してみましょう。括弧が足りないことはわかるわよね。そして次にその右隣のセルにイコール if エラー括弧 F2 カンマダブルクォーテーション要確認と入力してみましょう。ほら、サム関数に入力ミスがあるから指定した要確認って文字が表示されているでしょ。条件式を使って真、true か偽、false を返す1 if 関数。いろいろと教えてくださって助かりました。でもまだ相談したいことがありまして。テストの点数が80点以上だったら合格、そうでなければ不合格と自動的に表示することはできますか？通知表の評価に使いたくて。ええ、 if 関数を使えば簡単よ。 C 列に入力した点数を使うから、その隣の D 列に合格or不合格の結果が出るようにしてみましょう。論理式に入力するための詳細はこの表を参考にしてみてね。ふむふむ。では今回だとイコール if カッコ C2 ダイナリーイコール80カンマダブルクオーテーション合格カンマダブルクオーテーション不合格と入力したら良さそうですね。バッチリね。その調子よ。条件式を使って真 true か偽 false を返す2 ifs 関数。あともう一つ条件を追加したいです。30点以下は追試と表示することはできますか？もちろんできるわ。複数の条件を同時に指定する場合、ifs 関数を使いましょう。ここまでついてきたなら大丈夫。さっきと同じで C 列に入力した点数を使って、その隣の D 列に合格 or 不合格 or 追試の結果が出るようにしてみましょう。これは便利ですね。今まで一つずつ確認して振り分けていたせいか、一気に楽になりました。すごく勉強になりました。これで効率よく業務ができそうです。よかったわ。説明した関数をコピペしたければビジネスプラス IT のサイトにアクセスしてみてね。その他の関数についても合わせて紹介しているから絶対にチェックよ。ご視聴ありがとうございました。さらに詳しく知りたい方は概要欄の URL をチェック。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。